26日午後9時半ごろ、草加市栄町の県道で、40から60代とみられる身元不明の女性が乗用車に跳ねられ、頭を強く打ち、搬送先の病院で死亡が確認された。草加署は自動車運転処罰法違反、過失致傷の疑いで、乗用車を運転していた同士弁天、会社員、浅井康弘容疑者46を現行犯逮捕し、 容疑を過失致死に切り替えて調べている。現場は片側1車線の信号や横断歩道のない道路。次のビデオでお会いしましょう。よろしくお願いします。購読のようにクリックして、最新のニュースを入手することを忘れないでください。ご質問がある場合は、メッセージを残してください。さようなら。またニュースでお会いしましょう。